はい、どうも、のりまるです。今日はね、失敗エントリーを送っていただいたので、それをね、動画に撮って、あれこれとお伝えできればいいかなと思います。前々からね、繰り返しお伝えしている通り、FX で利益を出していく、勝ち続けるために必要なこと、すごく大事なこと、すごく勉強になることの一つに、失敗エントリーを振り返る。自分の失敗を見る。自分の失敗を書き留めて、それを改善していく。その作業がとても大事ですよっていうところをね、常日頃お伝えしているところです。結局のところね、チャートの未来がわからないっていうところで、自分たちトレーダーができることっていうのは、損失をいかに抑えるかっていうところなんですよね。これはギャンブル全般に言えること。勝てる勝負。期待値を積み上げていく勝負。すべてに言えることなんですけども、来たるべくチャンスが来るまで、いかにして負けないか。特に相場の話なんですけども、いかにして負けを小さくして、生き残り続けるか。それができると、結果的に、勝手に勝っていくんですよね。それが、投資の世界では、特に重要で、いかにしていい負けをするか。負けを受け入れるか、許容できるか。それがね、勝ち組トレーダーに入る、大きな一歩というところで、この負けを振り返るというところはね、とても大事だよというところ、それを前提にね、送っていただいた、ものを見ていきたいと思います。はい。これもね、今週ですね、ちょうど自分も見ていたところなんですけども、今日は2018年の1月の19日なんで、ちょうど今日ですよね。はい。1月、今日は111.271からエントリー。後ほどね、大きい画面で見ようと思うんですけども、大体こういうところですよね。で、結果、110.594で損切りマイナス67ピプスと。エントリーの根拠。これ大事ですね。4時間足、1時間足からも見て取れるほどの強い買いの動きがあり、一度、111.45485付近で高値を更新し、その後強い戻り売りがあったので、エルタド第3波を狙ってエントリー。111.4、これか。で、高値を更新。これどうかな。利確目標は1時間足で見て取れる直近の高値。おそらくここですよね。目安に、損切りラインは直近の安値の111.080。ここですよね。おそらく最初の押し安値の下に置いたと。しかし予想以上に売りの勢いが強く、あっという間に最初の損切りラインを突破しそうになったので、まだまだ買いの勢いが強いはずと思い、損切りラインを思いっきり引き下げて、110.594円にしましたと。結果、見事に予想を外れて、大暴落しましたと。そのまま損切りラインを突き抜けて、マイナス67と。実践エントリーを始めて1週間ですが、今まで調子を買っていただけに気持ちがへこみましたと。今後のエントリー向上のためにも、今回の失敗エントリー、問題点や改善点を聞かせていただきたいと思い、送らせていただきましたというところですね。はい。もうね、この文章だけでも、おそらくね、一番大事なことが隠れていると思うんで、まずそこから行きたいと思います。これですね。まだまだ買いの勢いが強いはずと思い、損切りラインを思いっきり引き下げて、行ったと。当初の損切りラインを突破しそうになったので、損切りラインを下げてしまったと。もうこの時点でこのトレードってもう成立していないですよね。自分が根拠ある形。最初に決めたね、これですよね。直近の高値111.694を利確目標。で、損切りラインを直近の安値の下ですね、おそらく111.08っていうところに設定した。これでエントリーをしましたと。そうにもかかわらず、目の前の動きに一喜一憂してしまったんですよね。売りが強かった。で、仮に、
じゃあ、ここでまあ何ができたのかなというと、まあ、売りが勢いが強くて、あら、これちょっとダメだなと思った。まあ、そういう思考が出たとすれば、まあ、そこで清く損切りをして撤退するべきですよね。一番いいのはおそらくそれですね。もしくは、このチャートを見ていてしまうと、こういう売りの勢いが強いとか、買いの勢いが強いはずとかっていう思い込みが出てきてしまって、余計な感情が働くんですよね。なので、ここで、最初にこうエントリーの形が決まりましたと。で、エントリーしましたと。こういった形ができた後には、もうチャートを見ないっていうのが一番いいですよね。まあ、なぜそれがいいかというと、そのエントリーの先に余計な情報で自分のエントリーを崩してしまいがちになるところ、それをまあ防ぐために、まあ、形が決まってて、まあ、エントリーの根拠があって、まあ、そこでエントリーしたということであれば、その先はね、まあ、この結果が見るまで、まあ、チャートを見ないっていうところ、それが余計な感情を生み出さないための、まあ、一つの方法なので、まあ、取り入れてみたらいいかなというふうには思います。で、なんでね、こういう感情が出てくるのか。まだまだ買いの勢いは強いはず。そんな根拠どこにもないですよね。まあ、けど今の実際の情報で、目の前の情報で、売りの勢いが強いっていうものが見えてきてしまったので、まあ、様々な感情が出てきたっていうところですよね。このトレーダーの取引において、為替の取引、まあ、株式でもそうですけども、自分の感情っていうのは、この FX のチャートには一切反映されないっていうのが、大きい部分で。自分が買った、自分が売った、その結果っていうのは、このチャートに微塵も反映されないですよね。自分が買ったところで、このチャートが上がるわけでもないですし、自分が売ったところで、このチャートが下がるわけでもないんですよ。この FX のチャートを見てる人っていうのは、全世界の人であって、そこに投じているお金っていうのは、もう何兆円っていう、ものすごい規模のお金なんですよね。そこに、例えば、まあ、個人レベルですごいお金を持っていて、1億円投じたとしても、このチャートをねじ曲げて動かすことはできないんですよ。大海に小石を投げ込むようなもんですよね。ポチャンって。波紋がポポポっていきますけども、それが大波となって押し寄せるっていうことにはならない。まあ、ただし、まあ、例外としてね、まあ、国家レベル。それこそ、庁とか、ものすごいお金を持っている、まあ、ファンドとか、まあ、そういった、まあ、機関投資家とかね、まあ、そういった人物ならば、例えば、レンジを突破させる、値動きをさせることは可能なんですけども、まあ、一般的な個人トレーダーは不可能なので、どんだけ資産を持っていても不可能なので、もうこういう余計な感情っていうのは思い描くだけ無駄なんですよね。ただ、こういうチャートを見ていると そういう思考が出てしまうっていうのは必然、人間、当たり前のことで、特にね、この損切りを引き下げたっていう行為なんですけども、これまさにプロスペクト理論って言ってね、人間はこう損を確定させたくないっていう心情が出る生き物なんですよね。これはまあ人間が人間たるゆえんというか、まあ当たり前の感情だったりするんですよね。ただそれが人をこうギャンブルに熱くさせたり、ギャンブルにのめり込んでいったり、ギャンブルで負けていったりするっていう思考が、この損を確定させたくないっていう思考なんですよね。で、逆にもう一つあるのは、利益はすぐに取ってしまいがち。なので、こう、チキン利食いっていうことが起こったり、逆にこう、損を確定させたくないからこそ、今回みたいにね、まあ、損切りを切り下げていってしまったり、当初のルールを破って、損切りを切り下げていってしまったと。ここが、まあ、この文章だけでも見て取れる、やってはいけないことですよね。でも何が、ベストだったかっていうことは、実際にはわからないんですよ。ただ、この自分が、その場所に対して、まあ、こういう目標を持って、こういうエントリーをした。これが一番大事な事実なんですよね。
で、その前にこの根拠がありますよね。エントリーの根拠。で、こういった根拠を持って、こういうエントリーの形を作ったと。これが、まあ一番大事なことであって、これができたっていうところは、もうその先に、まあ、崩してはいけないところなんですよね。まあ、ただし、まあさっきも言いましたけども、この売りの勢いが強いっていうのが、まあ見て取れてしまった。まあ自分とちょっと想定しないような動き、こういう想定をしたんだけども、それとはちょっとね、違うような動きになった。っていうことであれば、あそこで清く撤退して損切りをしてしまって、ちょっとね、やり直すっていうところは、まあ、考えてもよかったかもしれないですね。で、これも、まあ、すごく大事なことなんですけども、この場面で、勝たなきゃいけないっていうことは、決してないわけで。まあ、チャンスっていくらでも来るんですよね。で、もう一つ言うと、まあ、今回ね、ここで、まあ、揉み合ってしまって、じわ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 落ちてくるっていう、まあ、ちょっとね、こう、いやらしい動きをしたんですよね。まあ、今日の日中ですよね。で、こういう動きになってくると、もうここではちょっとエントリーに値しないような値動きになってきてしまったっていう事実があるんですよ。で、まあそうなんなかったとしても、今、例えば今ね、今現状でこのチャートを見たときに、じゃあエントリーしたかな、どうなのかなっていうことを、まあ一度振り返ってもらいたいですよね。ここでまあ高値を切り下げて、こういう、まあ、移動平均線も超えずに、じわ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 下落してきていると。この事実を見たときに、じゃあここで、まあ、買いのエントリーを考えようとしたら、何を考えるのかな。もちろん、ここでね、押し目を狙ったっていうのは、まあ、決して悪いことじゃないですし、まあ、いいことだと思うんですけども、まあ、こうなったときに、まあ、何を考えたのかなっていうところを、まあ、もう一度振り返ってみるとね、まあ、後のエントリーに、まあ、いい結果を生むんじゃないのかなと、いうふうに思います。まあ、見てわかるとおりね、ここで作った強い上昇を、もうここでね、すべて打ち消すような流れになってますよね。で、ここからまあ、戻り売りが入ってきた状況なので、まあ、今ね、まあ、時刻は22時50分ですけども、今、こう、直近のやつでも抜いてね、まあ、再度売られてきているような動きにはなってます。まあ、その予兆が、まあ、大体こういうところが出てきていて、まあ、おそらくこれはね、111.50っていうところで、まあ、戻り売りが入っていったのかなっていうところ。まあ、それはこの現時点ではわからないので、ここで、押し目が狙っていくっていう戦略は、決して間違いではないっていうところ。まあ、それは一つ覚えておいて、まあ、その先にね、ただこういう動きをしていったので、ちょっと、まあ、買いの勢いは、弱まったかなと。じゃあ、なんで売られてきたのかなっていうと、やっぱりここからね、上の方からずっと来てる、この売りが、まあ、相当強かったんだろうなっていうところですよね。で、これ1時間しちゃうんですけれども、まあ、日足で見るとね、まあ、相当強い勢いで売られてきてるんですよね。そこの戻り売りが勝ったっていう事実が、まあ、今回のね、この強い下落、まあ、見事に大暴落しました、みたいな結果になったと。で、ここに対してね、まあ、こんだけ、負ける必要も実際にはなかったわけで、ね。271とか、まあ、27ピプスぐらいのマイナスですよね。20ピプスぐらいか。実際にはマイナス20ピプスぐらいのマイナスで、このトレードは終わってたわけで。まあ、そこをあえてね、この損失を確定させたくないがために、プロスペクトリングを発動して、このマイナス67ピプス負けてしまったと。これちょっともったいないエントリーだったので、で、まあ、改善の余地大ありですよね。まあ、この画像を見るまでもなく、もうここの文章にね、まあ、そういったものが色濃く出ていたので、すごくわかりやすくてね、改善の余地は大きくあるんじゃないのかなというふうに思います。実際にね、エントリー始めて1週間ということだと思って、で、今まで調子よく買ってきてっていうことだったと思うんですけど、まあ、後々にこういうね、大きい間違いを失敗すると、損失もね、とてつもなく大きくなるので、まあ、失敗はね、最初の頃に、たくさんしておきたいですよね。できれば、まあ、実弾投入ではなくて、デモトレードで、まあ、そこでの経験値を積んで、その後に、実弾投入して、まあ、実践でいくっていうのはいいと思うんですけども、まあ、経験するっていうのは何よりもいいことで、
特にね、自分のお金が目減りしてった、ものを現実とものに見ると、ああ、やばいなと。ちょっと、ちゃんと直そうかなと。そういうふうに思ったからこそ、まあ、送ってきてもらったと思うんでね。まあ、今後に必ず生きると思うんで、ぜひね、役立ててもらえたら、まあ、今回のアドバイスもね、まあ、役立ててもらえたらいいかなというふうには思います。ちょっと長々と喋ってしまって、まあ、伝わりにくい部分があったかもしれませんけども、今回の要点はですね、まあ、損切りを自分の意思で変えてしまった。まあ、目の前のチャートの動きに一喜一憂してしまって、まあ、損切りラインを切り下げてしまったっていうところ。これが一番大きかったですよね。まあ、それは、NG なので、やめましょう。ね、今後のトレードに役立ってくれれば、役立ってもらえればいいかなと思います。はい、今回の話は以上です。参考になった、参考になればね、幸いです。それではまた更新します。失礼します。